まず何から飲みますかね。そうだね、とりあえず日本酒を炭酸割りしてみましょう、うん、はい、日本酒いきます日本酒いきましょう日本酒うめんかな。どうだろうね、味薄くなりそうだよね日本酒スパークリングみたいな感じになりそうだけど。でもあるよね、スパークリングの日本酒あるよね。あるなんかさ、この時期熱燗ばっか飲んでる。そう、多いから熱燗しか飲まないから熱燗ばっかだからな。まああえてこういうの楽しくやってみるっていうのも手で、はい、うん、すげえうまいの見つかるかもしれない。確かにこれっていうのが。いただきます。日本酒のソーダ割り。ソーダ割り、日本酒のソーダ割り。でも飲みやすいよ。そう、飲みやすい、うん、なんかほんのり日本酒な感じで、流行るっちゃ流行りそうな気もしないで、うん、日本酒風味みたいな感じ。味薄いスイカみたいな。スイカあーあーすげえ味薄いスイカみたいな。やっぱちょっと薄くなりすぎるね。うん、わかりません。わかるよ、わかります、わかる、わかる。この焼酎、こだわり匂いは、そう、焼酎、うん、まあ、やっぱ焼酎はソーダ割り流行ってるせいかすごい飲みやすいですね、これもこれで。さっきの日本酒より全然こっちの方が飲みやすいのはさっぱりして。ソーダ入ってんのこれ。赤ワインのソーダ割りです。こんな感じです。半よりは入ってる。やっぱワインって結構味が強いじゃないですか。そうですね、割ったところでちょっと薄まってるワインの場合なんですよ。確かに、うん、酸味もあるし、うん、味はそんなに、まあ、ワインだなって。他のやつに比べればまだしっかり味残ってる。薄い感じでもないし、うん、まあ、飲めるから、飲みやすく飲めるから、なんかいっぱい飲めそうな気がする。うん、これいける気がする。すごいシュワシュワすごいよ。ビールの炭酸が炭酸色が薄い。炭酸のコロナっぽい。コロナ、コロナっぽい。確かにそんななるかな。ああ、薄まった。ビールが。そりゃそうだろ。ビールが薄まった。うん。ウイスキーのソーダ割り。めっちゃうまい。めっちゃうまい。安定のうまさですね。安定のうまさ。あ、やっぱりうまいんだなこれ。本当に、うん、うまいわ。スコッチ飲んだことないですか。やっぱ他のやつとは全然違う。全然違う。味もちゃんとあるし、後味すっきりしてるよね。うん、飲みたくなっちゃう。あー、うまいね、やっぱ早いもんな。飲むのが早い。今までさ、ちょっとしか飲んでないから、めちゃめちゃ早いんだ。うまいな、やっぱ減ってなかったの、うん、口直し感がある。うまい。いや、もう安定のうまさですね、これ、うん、これやっぱり、ウイスキーが一番うまい。間違いない。ウイスキーのソーダ割りが一番うまい。グビグビいく。通りで出回ってるわけですよ。通りでね。どこにでもあるわけだよ、本当は。他のやつがどこにでもないわけだよ。おかしい、おかしい。おかしい、おかしい。どこにでもあるわけだよ、この味は。日本酒のソーダ割りとかね、ないもんね。ない。ないっすね。ないないない。気づくのが遅かった。今気づいた。